ほら、こういうことあるから、道路は。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました。ゾン100の第2話ですね。あれ？また前の話か。いや、超ブラックなんだよね。いやー、こういうパワハラ系無理だわ。けど実際こういう人っていっぱいいるんだろうね。自分がそういうあれだって分かってないんだろうな。ああ、夢だ。でもこれはゾンビの世界なんじゃないの？いや、目光り輝いてるけど。まあ、そっち優先だからな。いや、まずこの部屋どうにかしません？ここを拠点にするんであれば。いや、なんかすごい声聞こえるけど。いやいや、ねえ、いいの？こんな自分が上にいますよって感じでアピールしちゃって。あんなんしたらさ、駆け上がってとか来ないのかな？ここのゾンビ結構みんな動き早いじゃん？おぉ！侍がいるぞ！え？いや、で、100のやりたいことって何なんだろうね。そこなんだよ。100もだってなかなか出てこないよ。書こうと思っても。いいとこ2、30個で手止まりそうな気がするけどね。しかももうゾンビしかいない世界でできることだからな。いやー、この人もね、ヒロイン候補なのかなと思ったら、会社のあの偉い人とできちゃってて、しかももうゾンビに。いや、結構あれだよな。この日曜の夕方にやるにしてはさ、あの子部屋に呼び込んでのシーンもそうだし、このゾンビもそうだけど、攻めてるよね。で、ラグビー部なんだよね、彼は。いや、そこら辺をうまく使って、まあ、タックルとか使って戦ってったりすんのかな。基本的にどういう風に物語が進んでるかわかんない。戦うのか逃げ回るのか。ゴミ。もうそっから外に。まあ、回収に来ないもんな。ああ。まだあれか。水道とか動く中ね。いや、トイレとかも。あとどれくらい使えるかわからんけど。ああ、めっちゃ綺麗になったね。よかった、よかった。よかったのかな？なんだ？待ちかねの？昼間からビールみたいな感じ？もう俺お酒飲めないからわからないけど、まあ、最高なんだろうね。一回も美味しいと思ったことないわ。舌はつけたことあるけど。まあ、コーラ的な感じかな。いや、けどこれからは一人で生きてかなきゃいけないんだぜ。この世界で。まあ、まだ生き残ってる人はいるか。しかもテレビやってるってことは、いや、無理じゃない？ね、逃げないよ。いや、無理だよ。終わりだろ、これ。この人。え、政府何してんの？いや、むしろこれしばらくお待ちください。誰がしたの、今。いや、そんなのんびり。
うん。まあ、数日はそれでいいかもしれないけどね。急に襲ってくる現実が、あ、ビールがない？あー、買ってなかったんだ。いや、けど昼間にまたコンビニとか行くの大変じゃない？ねえ。うん。やっぱ行くのね。いや、俺なら行かないけどね。けど一回まとめて取りには行きたいか、食料。めんどくさいで済まないよ。もう命がけだよ。え、そんなに？こんな神々しくなること。お酒ってすげえな。ほんと飲める人にしたらあれなんだろうね。お。え、ちょっと可愛いけど。この人たちもこれからあれか？あ、これで、ああ、同じマンションの人か。いや、てかすごいところから行こうとしてるね、下に。まあけど、これが確実か、階段とかエレベーターはね。いや、ゾンビよりは、まあ安心かな。ああ。いやーけど、これはこれでリスキーだよね。落ちたら。いや、そんな普通に喋れるほどあれな。俺無理だわ、これ。うん。いや、これからの世界で。いや、自己紹介してる場合かよ。うん。いや、それ助かる。いやけども買ってくるも何もね、もらってきちゃえばいいんじゃない。うん。いやーけどそれもね、いつまで流れるのかなー。あー、チャリだ。いや、チャリって意外とあれだよね、こういう時いいだろうね。スピードも出るしさ、原動力はもう足じゃん、力じゃん。いや、静音性もある程度ありそうだし。無理だよ。どんだけビール。あ、コンビニ来ましたけど。いや、生きてる人がいたら結構ね。お？え？なんでこのカメラ、誰かいるんじゃない？中に。先にさ。あるかな？あ！この子のか、さっきのカメラ。女の子じゃない？おー！なんかスポーティーな。うん。確かに、確かにな。あれ？スマホをいじってるね。まだ生きてるんだ。電波。まあ、そんなすぐには止まんないか。いや、買い出し。もう前回もあれでもね、ノート買うのにトレーにお金置いてたもんね。なんも言わない。もうどうせこんなやつすぐ死ぬから関わる気ないわ、みたいな感じかな。言っちゃったわ。いや、けどこの子もうヒロイン的な感じなんじゃない？いつまでできるかな、けどそれ。うん。
待って、この音は？てかなんか、トラック。ああ、あれ監視カメラ代わりだったの。うん、で帰ってきちゃったけど。いや、むしろ前。前、どうする？いや、飛び出したけども。え？なんで？おー！ほほほ！え？味方？このトラックは。たまたま？誰か助けに突っ込んできたの？いや、命拾いしたね。味方が運転したわけじゃないのか。ゾンビか。あ、行っちゃったの？ああ、あっちゃんに取られたの？もう。いや、けど、あれ両脇に抱えて運転したらもう曲がるときガクンってなりそうだけど。ああ、やっぱゾンビだ。うん。いや、絶対そのうちまた出てくるだろ、この子。いや、てか、やばいだろ。うん。チャリもないし。いや、けど、ビールは持ってる。あ、ん？バイクか。あー。原付き最高。いやけど限りあるからね。これはガソリン入れないとだし。けなんか瓦礫とかあったりさ、道崩れてたら持ち運ぶのには重いよな。って考えるとやっぱチャリとかの方が、まあ、最悪パンクとかだろうだけだろうしね。修理も。おおおおおおマジか急に。え、ほら、もうこういうことあるから、道路は、大丈夫なの？飛んじゃったけど。おー！ウィーリー！たまたまだろうけど。もうあれで倒れてたら終わりだったね。いや、あそっから行くの。登り大変そう。うん。うん、この家大丈夫かな？もう終わってたりして。あーダメー。え？ベランダから入られたのかな？そういうこと今。いやーダメだったか。あ、まだテレビ映ってる。映ってるっていうか、多分放送先とかの人が死んじゃったのがずっと垂れ流されてるんだろうな。あ、うん、また。うん。で、この間のノートは書いたのか？もう。書いてないね。これからか。え、こんな世界でやりたいことってなんだろうね。だってもうお金が欲しいとかもないわけじゃん。そういうさ、別にお金いらないだろうし。モテたいとかもね、できないし。ああ、もう。そういうのでいいの？そんな感じのあれで。ドレッドヘア？はぁ。CA さん？ああ、けどこれなら100くらい出てくるかもね。うん。
まあけど今の結構止めれば見れたんじゃない？書いてあること。うん、けどこの世界でやれることって限りあると思うな。お父さんかな今。いや、家族とかどうなってんだろう。あ、実家かな。あー、大丈夫かなそれ。いやー、行った先で何待ってるかな。もうゾンビになってたりとかしない？親友。もう最愛の？最愛のその女性っぽいの。おう、最愛の女性と出会うか。それさっきの子になるのかな。ああ、とりあえずそこまでなのね。ちょっとずつ足していくんだ。なるほど、なるほど。なんか今すごい映像あったんだけど、眼科の。もうドン引きなんですけど。あ。ああ。こっち側の視点もあるのね。うん、なんかこの人ずいぶんお金持ちなんじゃない？ゾンビの本がいっぱい用意したのかな、対応するために。ああ、体力つけようと思って走ってんのかね。これも必死に生き抜こうとしてる感じか。わあ、ああ、体の、まあ、なんかあったらね、体調不良とかになったらもう、英語？うん。クリティカルな状況。なんだこの子。横文字大好きっ子か。まあ、海外の方と仕事してるっぽいからね。混ざっちゃう感じなのか。あら、今度は誰だこれ。ん？何者？何人の視点を見てくんだろう？うん。え？ああ、映画ね。なるほど。ああ、やっぱ今学んでるんだ。いやー、メイドみたいな。いや、走るの困るなー。これそのうちなんか飢餓とかで動かなくなったりしないのかね、ゾンビは。お、いいチャリ。うん。バッテンはなんだあれ。あ、行ったことあるあれかな。あ、これでさっきのか？また別の日？ここら辺まだ電気来てんの？甘いもの。いや、いいじゃない。こんな世界なんだから。むしろ、今のうちに食べておかないと、もう二度と食べれないかもしれないのに。あ、やっぱさっきの。うん。めちゃくちゃ聞こえてるじゃん、歌。で、これと。うん、ないですよ、うん。
アキラが連れてきちゃったのか。え？なんか分析とか大好きなんだろうね。メイクセンス。いやー、けどこっち来ちゃうんだよな、これ。うわ、気持ち悪いした。いける。いける。いや、苦手だわ、俺、この手のタイプ。いや、もうそこまでずっと考えてたんだ。ああ、それなのに、前に飛び出してきちゃったから、それでこういうことだったのね。まあ、けど基本的に悪い人ではないよね。敵意は持ってないし。まあ、そのうちなんか合流するんじゃない？再会というか。よく持てるね、そのチャリで。まあ、映像の過去の、ちゃんとあれもするんだ、分析も。終わった。なんか馬鹿らしくなってきちゃうかな、こんな自分が張り詰めてる。いや、だからほらー、そこむしろこういう世界になって自分に厳しくなってんじゃない？ああこっちはこっちで、あんなの作って、だからやっぱ、律してるんだね。なんとかこの中で頑張って生きていこうと。いや、考え方の違いか、違いだなぁ。これからあの、アキラだよね。あの主人公と関わっていく中で、少しずつあれなんじゃないかなぁ。影響を受けていくんじゃない？考えとかも。いや、この子なんか、すごい優秀そう、この世界で。ああ、一人あれかな？白人の子がいるね。いや、てか、甲冑着てるけど？どっかで手に入れたのか？こういう状況だから。いや、ねあれは？あ、あれは親友かな？もしかして。そういうこと？かな？どうだろう。めっちゃムキムキのイケメンくん。いや、あと親はどうなんだろうな。いや、そこ心配よね。行ったところで生きてるのかな。けど行くんだろうな、きっと。そして次回のタイトルがベストフレンドオブザデッドってことでね。これがもしかしたらさっきのあの金髪の子なのかもな。そうじゃなかったら逆に、まあ、家族と一緒で無事なのかどうかってところもあるし。なんかこのタイトル見るとハイスクールオブザデッドだっけ？なんかそういう作品があったんだよね。濡れるってやつ。あれをちょっと思い出すね。ゾンビ関係のアニメが好きな方はぜひそちらの作品もちょっとチェックしてみてほしいなと僕は思います。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以上、動画をお届けしました。バイバイ。